はい、ということで皆さん、こんばんは、リーチョです。今回ですね、バンバンモーフス、はい、やっていこうかなと思います。はい、皆さんおなじみのガーテンオブバンバンですね。ちょっとくしゃみですよくしゃみしたら着替えましたね、皆さんね。はい、知ってますか、ポテイトくん。はい、ポテイトくん、はい、この二人誰ですか、名前を言いなさい。僕の動画を見てればわかるよね、この赤い人と緑の人の名前当てなさい。はい、どうぞ。バンバンとジャンボジョシュ。ガチャピンとムックじゃねえよ、お前。なんだガチャピンとムックって、お前、ちげえだろ、お前。お前、色は一緒かもしれねえけどよ。ガチャピンとムックでした残念、視聴者。残念でした、皆さん。まさかのジャンボ女子じゃありません。ガチャピンとムックですね。はい。で、モーフス系皆さん知ってると思うんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、キャラクターがいて、キャラクターを見つけると、このキャラクターに変身できると。これ、ジャンボ女子さんですね。なんか顔怖くない？なんか本家よりだいぶ崩してるよね。数が、まあ、こう見るけど、ほらこんな感じで、まあ、エピックキャラ、コモンキャラ、アンコモンという感じで、まあ、そこそこいるね。そこそこキャラクターいるんで、まあ、時間かかるのかなっていうのがあるのと、意外にですね、あのガーデンオブバンバンのマップ見て、ほら奥の方まであると。はい、じゃあまずは皆さん探していきましょう。ガーデンオブバンバン探しです。まあ、知らない方向けに言うと、まず簡単、ほら、無料毛布回収ということで、ほら、こんな感じで探すことができますと。で、オペラバード、これシンプルですね。これ、ガーテンオブバンバンのチャプター1かな、に出てくるやつなんですけど、見つけたら、こんな感じで出てくるのね。で、これに着替えることができますよ、という感じ。乗ったーんって。落ち着け、乗っちゃダメだ。ダメ乗っちゃう、ほら。弟くんが頑張ってネタしてんだよ、ほら。これなんかアイテムとかあるみたいだね。他のアイテムもちょっと駆使していきたいですね。はい。ということで皆さん、こんな感じで着替えることができますよと。まあ、着替えたから何っていう感じだけどね。はい。とりあえず、これはジョッシュ悪いと。あー、これか。ジャンボジョッシュの悪いバージョン。ポテトそこ立ってて。ジャンボジョッシュだけでも待って、これ。マジでさ、俺ガチャピンにしか見えないんだけど。ね。いや、これダメでしょ。俺、これ確定ですやん、これ。ねえ。待ってよ、俺、ガチャピンウームってあるんだけど。ガチャピンってウームなの？俺、初めて知ったんだけど。はい、ということで、はい、行きましょう、ガチャピンさん行きましょうね。はい。ガチャピンだよーって。はい、という感じで皆さん、ここはほら、あれだね、斧。さっきのノットとかが持ってた斧がないといけないエリアみたいなので、今んところは持ってないね。だから、とりあえず、もう普通、近くのやつ集めていこっか。ジャンボ女子アダムみたいなね。はい、こんな感じ。アダムあれだね、YouTuber だね。これ、ホバーボードはお金かかるから、これ一旦スルーで、だから、こっちだね。ツールを使って様々な方法で開けると。これか。ほら、この斧を使って開けていけばいいんだな。You pick a axe ということで。じゃ、これ使っていくよ。装備して、殴ると。これ、回数制限あるらしいよ、みんな。これ、あと4回は使えるらしい。ってことは、ほら、今壊したじゃん。あと3箇所分は、どっかにあるってことか。斧を使うところがね。まあ、一旦直しておこっか。はい、ここで、ほら、バンバンバットという感じで集めていくよ。で、さらに、ショベル、スコップゲッチュ。で、スコップであれだよね、多分ね。ほら、ノットの目の前にあるやつ、ここ。この、お山さん？ここを多分ね、壊すことができるということで、壊していこっか。これ取れる？あー、これで開けれる、これで開けれる、これで開けれる。オッケー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 。ちょっと下覗いてみない？これ。知ってみていい？ C？ あー、いけたいけたいけた。怖い怖い怖い、オッケー。あ、ここで斧使うんだ。オッケーオッケー、みんな、いける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 。なんか気持ち悪いだして。ねえ、俺頭が見えるんだけど。オッケー、あったあったあった、ほら。サイレントスティーブ。スティーブっていたっけ、バンバンに。一応俺バンバンチャプター2までやってるつもりだけどね。わかんないですね。戻っていきましょう。オッケー。だいぶ集まってきた。ここは多分ね、あれだね、ハンマーがないと無理だから、一旦スルーで、あとスコップでこっちやな。一旦さ、みんなちょっと落ち着いていこう。またほら、いきなりさ、ほら、他のエリア行ってもいいけど、これ見逃しが出てくるからな。一箇所ずつ確実に集めていくよ。OK。ジャンボジョッシュ、ハギーワギーと。こちらスネーク、裏世界にバグで侵入して戻れなくなったって。こっちかな？ちょ、ノット探そうぜ。ちょ、サンゴくん探しに行こうぜ。こっちかな？待って、トゥードアーズテレポートって何？はー、なるほど。サーチフォーワキー、鍵を見つけろとかあるわ。なるほどね。まあ、一旦スルーで行くわ。ドアーズエリアもあるんだ。で、これあれだね。ほら、本家にないところもあるぞ。本家にないところで、これ、ダイナマイト？あー、これあれか。壊すやつか。バーって。これがあればいけるんだ。これは？はぁ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 。下に落ちれるやつね。
なるほど。でも一旦こっちかな。ほらバンバンハートアイズ、これ集めよっか。リーチをディスコということで、ちょっと見よっかね。上に上がっちゃったんだねこれね。ほら周りの景色が全部見える。でもそこじゃでも集まらんやろ。でも、まあ、だからこのアイテムを探さんと、ああるやん、あるやん、ある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 、目の前にあるやん。ちょっと待って、あと待って、これ集めれるやつ集めようぜ。あとこれ待って、ガラスは割れないでしょ。フリルアーム、何これ、アームゲットした。この3つ目のアイテムを使って、じゃあこっち行こっか、バー行こっか。ほら壊した。これもあと4回使えるっぽい。でこれはハサミ、こっちは、ここもあんな。別の方法を見つける。閉店中ドアが倒れたら、こっち開いてるんだ。これ多分原作にないとこだね。ちょっと箱開けていい？ほら箱をどかすことによって新しい道が見えるんだけど、あ、ボックスだ。段ボール手に入れた。斧はあるね。ちょっと待って、1個ずつやるぞ。斧を壊す。箱チェックか。あ、ドライバーだ、ドライバー。ドライバーゲットと。とりあえず全部チェックしていくね、1個ずつ。ダイナマイト。オッケー。一回直してドライバー装備でいこっか。これ装備の直すで、こうかな。ほら。こっち行ってみようぜ。で、俺、よく凍ったら、こう、あれなんだ。こんな歩き方だったんだ。ちょっけ。なるほど。ここに出てくんのか。これ多分原作にはないとこだよね。ほら、バンバリーナ。これ多分先生だね。チャプター2でなんか超怖かった先生。病気になったやつ。You can't stop us. 止められないと。こっち行ってみたいけど、ちょっと動画班と行った方がいいから、一旦後回しで行こう、こっちは。動画班誰か一緒にダクト行かない？ダクト。ダクトどこ？って最初のエリア。ここ開けれた？まず、ここ開けれる？このダクトは。一応、斧がない。斧？これいなかった、斧。確か。なんか初期値になかったっけ？でも、あれか、さすがにちゃんと確認してるよね。まさか確認しないで斧ないとか言ってないよね。だって初期エリアだもんね。あったわーって。早く開けてこいじゃん、もう。はい、行ってこいよ、もう。You can't stop us. 私たちは止められないっていう。誰か。ロマンティック止めて。ロマンティック。あ、ごめん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 。はい、わかったわかった。この下が気になるんだよ、これ。ほら、地下だって。ほら、まさかの地下に到着でございます。これ、原作にもあるところか？ほら、ジャンボジョッシュと、オピラバードと、なんかあれだね、青鬼に出てくるやつだね。ちょっと名前覚えてないんですけど。開けるぞ。ほら。進んでいくんだね。来た来た来た。開けていくぞ、じゃあ。な、これ人形？まあ、いや、でもバンバン自体はもうこんな感じだもんね。で、こっち。ジャンボジョッシュの鍵がないと無理だって。緑のところは。じゃあ多分、じゃあバンバンから行こうぜ。うわ、2分の1だ。グソさん、選びなさい。こっちだね。よしよし。テンポラちゃん、選びなさい。左か右か。おー、一人来い。右行ったらどうなんの？こっちだな。行くぞ。こっち？よーし、いいね。な、これレインボーフレンズちゃうの？これ。これレインボーフレンズに襲われたみたいな感じじゃない？これ。ジャンボ女子無理だから、多分こっちかな。青色の名前なんだっけ？これ。まだ原作に出てきたことないよね。はい、降りてこい。あ、これバーだ。もちろんみんな持ってるよね。ガスバーナーみたいなやつ。よし、みんな、装備だ。ナイス。全員持ってるね。ナイスの。持ってるんだ。走れっつってるぞ。あー、出てくる。なるほどね。出てくるらしいです。かわいいなーって。そうだね。なんかあれ。あ、キャプテンフィードルズやつらしい。こっち見た。ある？多分こっちだよね。別のところが探さんといかんよね。こっち行ってみようぜ。まだここら辺探索しきれてないんで、ほら。ここら辺、あ、また別の斧がある。あとこのバンバン7分の1だって、7個集めないとダメだって。あ、ありました。よし、戻ろう。ジョッシュの鍵を拾った。どっちだっけ？こっち？こっちや、こっちこっち。あったあった、ここ、ここ、ここ。行くぞ。ジャンボジョッシュはね、チャプター1でもかなりお世話になりましたからね、最後でね。よいしょ。だ。あれ、そんな難しくないな。はい、一発クリアと。はい、ジャンボジョッシュオリジナルと。オリジナルが一番あれなんだね。さあ、来た。
なるほど、オリジナルジャンボジョッシュが襲ってくるってことか。ジャンボジョッシュの目を引きながらこの斧全部やらんといかんのやな。まずこれ1個壊す。でジャンボジョッシュゲッチュ。よし、戦えポテト、いけスケルトン、ナイスポテト、ほら倒した。こっちかな、こっち行こうぜ。レーザー、あーなるほど、あーそういうことか。でもこれ鏡を反射させんといかんのや。この赤のところに当てないといけないから、こんなもんかな。これ当ててみていい？はい。いや今どういうことこれ、ちょっと待って、おかしいって。プレイヤーに当たり判定だって。え、じゃあさ、これ動画判定いけるんじゃない？え、じゃあグソさんちょっとレーザーの前立っといて。ほんまや、ほらみんな、グソクムシが反射してる。お前鏡の役目があったのか。これ逆にむずくないじゃん。ほら見て、やばいだろこれ。もうこんなの絶対クリアできねえわ。僕は諦め、ねえ、ほら、無理でしょ、こんなの。諦めよ。無理。あ、動画班、こっち来て。あの、だるまさんが転んだだ、ここ。まさかの。よし、行くぞ。しかもさ、みんな、うわ、これ、一歩も動けんのか。待って、むずいわ、ここ。こうし、早い。よーし、バンバンチャウチョウ。あー、これチューチューチャールズね。動画班、あのいるメンバーさ、あそこ行こうぜ。あのドアーズ助けてって、もう一回テレポしろ。サーチフォーアキーと、このタンスの中から、鍵を見つけていかないといけないらしい。だからまあ一部屋一部屋を見ていくところかな。ほらこれ開けれるっぽいね、一個ずつね。どっかのタンスの中に鍵がある。それ見つけたら多分次のエリア行けるんかな。ないね。こっちかな。OK。ほら、スクラッチだっけのやつ見つけて。緑鍵ある？ほんまや。OK。多分これのことでしょう。ドアーズキーを見つけないといけない。多分これのことだよね。これ見つけて。もうその鍵自体はどこで使うの？これ？あ、ここや、ここ。ドアーズキーで、OK。はい、ティモシーだって、ティモシー。バンバンティモシーゲッチュ。このマップさ、そう、図書館とか多分あるんだよね。結構作り込まれてる、ほら。グローポーション、成長ポーションゲッチュ。図書館か？あ、すごいわ。ちゃんとドワーズのキャラ出てくるんだ。これ本集めんといかんとかあるのかな？本家のドワーズやったら本集めんといかんぞ。そういうことか。成長した上でやらんといかんのやね。敵を倒した？もしかして。ほら、ドワーズの敵いなくなったわ。あー、オピラチキンか。なるほどね。卵を開けて回収するんやね。これ何？カラーズシリング？なんかさ、アイテムが多すぎて何が何だかわからんわ。これ落ちても大丈夫？あー、オピラワード襲ってくる系ね。あ、ユーズカラーズシリングだって。え、これさっきのアイテム使うんじゃない？なるほど！色を取るんだ。色がないやつにやればいいのかな。これ色をつけてあげればいいのかな、オピラバードとかに。わからんけど。よし、弟くんもこっち来い。ちょ、みんなで探索するぞ。一個ずつ見ていこう。じゃあまずこっち、フィドル船長が言うには、おー、でも手抜きだね。チャプター2。え、ちょっと待って、これもしかしてさ、あ、待って、これあ、すごいな。チャプター2の最初だ。これやばいわ。マップバカ広い。これバックルーム毛布レベルでマップ広いぞ、これ。ほら、第2章のキーカード、そう。キーカードを拾ってからが始まりなんよ、第2章の。ほら、それでこの奥行けるんよね。一回さ、第1章でまだ行ってないとこあるから、のっちゃんそこ、ストップ。のっちゃん、ストップ。よし。よし、偉い、のっちゃん偉いよ。マリコさん。よし。はい、白熊くん、よし。偉いねー。よし、戻ろう、一回。ほら、ジャンボ女子ね。これ多分さ、ほら、トゥーブロッキーワールド。マイクラ世界にも行けるんだ。これ待って、何種類あんのこれ。あ、でも待って、テレポート自体はさ、地下とガーデンしかないわ。ほら、クラフト TNT、トレードファイルとブリングガンパウダー。ガンパウダーがあれば、TNT の制作が可能ですって言ってる。なるほど。このエリア内に多分ガンパウダーがあるはずだよ。
券もらえる？本当？トレード、350でトレードできるだって。オッケー、来た。ゲッチュゲッチュ。多分これエリア内のお金を回収したことによって券がもらえたんだ。でこの TNT はガンパウダーで交換した後開けるとして、じゃあこっちだね。ここはアリーナだから剣がないとダメなんだ。オッケー、了解了解。じゃあ剣元、この剣で戦うんだな。敵出てくるのかな、ちょっと待って触るわ。え、キャプテンフィードルズ、まずこれ1個ゲットで、あれテイクできなくない？取れないよ。ゾンビ同時に出ることはないのかもしれないね。チャプター2を調査していかないといけない。で現状のモーフスを見たまえ、皆の衆。半分も見つけきれてない。いいな。1時間近くやって、回収率 40% ぐらい。それがどういう意味かわかるか？終わりってこと。全員集まっていくよ、じゃあ。チャプター2にじゃあ行きましょうか。確かこっちだっけ？ほら、ここだ、みんな、ほら。チャプター2。よし、行くぞ。チャプター2の探索だ。これ原作遵守ならすごいぞ。すげえわ。俺原作やってるからわかる。これ原作と一緒。やばいね。はい、ほらピンクキーカード、ここら辺原作と一緒。ほらラボカミングオン火曜日だって。また今度追加されるってことや。だからこの動画が多分上がるときには、あ、上ある上ある上ある。多分皆さんあれだね、この動画が上がるときにはおそらくもう多分みんなは別のエリア遊べてるんじゃないのかな。ほら、オッケー。うん、これもなんか手抜きだよね。あれだよね、もう何としてでもモーフスの数を増やしたいっていう、なんか運営の策略が見て取れるよね、これね。押せるね。ニードコムズキーカードだって。 OK、 キーカードを使って開けるってことだね。でここでね、ほら監視カメラに向かって手を振ったりするんだよ、ここでね。メンテナンスどっちから行こうかな。ドガンこっち行こうぜ、こっち。ここでね、なんかね、ボス戦みたいなのが確かあるんよ、ここ降りた先に。すげえな。ここで皆さん、あのボスが出てくるの、あのなんか上からね張り付いてるなんか青い化け物がいるんだけど、こっち開けよっか。ナブナブセットって何？何かの条件がないと無理らしい。かつあれ、コーラ、コカ・コーラを置かないとダメって。後回しかな、多分このエリア無理なんちゃう。あ、コカ・コーラ見つけた。どこだっけ。ここコーラを装備で、よいしょ、ほーら。無視しないでよ。え？隠れた。もう俺ロッカー隠れてるよ。ノットが、あ、ナブナブだ。でも、ノットで何も見えん、みんな。え、ナブナブ何してる今。あ、なんかみんな、なんか視点がバグったんだけど、みんな。俺、なんか俺、視点がバグって、なんか幽体離脱してるわ。おい、ナブナブ。おい、こら。何しとんねん、お前、こら。おい。わ、すごいな。ここもあんの？やば、ここもあんの？待って、弟くん待ってるで行く。待って、ここもあんだけど、ほら、カタツムリのやつ。あ、弟くんいた。まあ、これ、これあれだ。目合わせたら逃げるやつだ。すごいな。このエリアもあんの？ほら、私の質問に、これだ。俺、これ。これ、めっちゃ苦戦したんや、ここ。ほら、答えを入力？すごいな。4。What colors is バンバン？バンバンの色を答えなさい。レッドだよね。レッド。OK。Is Stinger Fin Jellyfish？ Stinger Fin はジェリーフィッシュですか？あの、クラゲだよね。クラゲのやつだよね。クラゲですか？だから、Yes。OK。How many eyes？ ナブナブハーブ。ナブナブは目を何個持ってますか？ナブナブは目を何個持ってる？これ、毛布から見ればいいんちゃう？マジか、やられた。次だね、みんな。3。よし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 。オッケー。ここで扉が開いたんか。ここから、またモーフスゲットで、ここに、あれなんだよね、6匹のちっちゃいなんかオピラバードみたいなやつがいるんだよ。ほら、いたこいつらを集めて行かないといけないんだよな。待って、俺でもアイテム落としちゃったからさ、ちょっと後回ししようぜ。これで戻ってくるんだ。これあれだ。ここの先にあれなんだよ、バンバンがいるんだよ。ほら、タイムレフト、これ40秒以内にアスレチック攻略戦っていかんねや。すごいね、もうこれ1時間以上やってるけど、いまだによいしょ、全部のマップ見切れてない。はい、オッケー。ほら、ナブナブハート、ほら、ここだな。何この交流って。
ほら、確かこれってさ、オピラバ、あ、来た来た来た、すごいな。そう、これオピラバード、こう、そうそうそう、ここ開くんよね。あ、これ原作にめっちゃ忠実だ。え、確かこっち。最終的に、確か俺の記憶じゃ、あれ、ジャンボジョッシュが守ってくれるとかだったっけな？あれ？ここってさ、あ、そう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 、このバツボタンだ、バツボタン、バツボタン、バツボタン。ほらほらほら。オッケーオッケーオッケー、チャプター2、バンバンレラ。上からジャンボ女子がポン落としてくるよな。はい、ということでした、皆さんいかがでしたでしょうか。1時間半ぐらいやってた。なんかバックルームモーフスレベルかもしれん。あの過去にやったやつで言うと、はい、かなり作り込まれてるんで、よかったら皆さんやってみてください。こっちのエリアも多分今後いけるようになると思うんで、まあ、また多分、まあ、モーフスが増えれば第2回やっていいのかなと思います。で、あと今度は次回このマップで隠れんぼしようと思うんで、まあ、よかったら皆さんそっちの動画も見てください。はい、という感じで今日の動画は終わりです。皆さんお疲れ様でした。